マジか。そうだ。変身しなかったか。ああ何言ってんだお前。勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。現実見ろよ無職さん。俺だけ。まあいいや。こっちの方が面白い。俺の番だな。やろうよ。おいおい、やってやるぞ。俺の番だな。俺の番か。
強くなった気がするぜ。一つ上の男、成長できるとはな。へえ、やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だな。あ、さっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか。あ、いや、本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。妄想？さっきのは俺の妄想だったのか。まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込みか。まあでもそれくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称。なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ、勇者になるぜ。まったく調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ、勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。本当に人生は RPG だな。